どうも、はじめましての方ははじめまして、ゆっくり霊夢格好うぷ主です。マリサだぜ。今回から新シリーズ、うぷ主編始めていくよ。撮影前に裏でキャラクリだけはしてるから最初私の紹介して始めていこう。サムネから嫌な予感が漂ってるんだがな。ってことでこれが三国世界での私、どこから突っ込みゃいいんだよ。まずは名前、漢字しか無理な上に最大2文字だったからこの名前に。少し遅いでゆっくり、あざ名はあげる主、でうぷ主に、ちょっとうまいのがムカつく。てか顔グラ触れろや。かわいいでしょ。南蛮で毒されすぎたか？いや、本当は女性武将で毎回目の保養しようかと思ってたんだけど女性だと旦那一人しか無理じゃん。ほな男かという流れに、だとしてももっとあっただろ。まあこの顔グラあるなら使わないわけにはいかないよね。謎の義務感。次に能力、今回のテーマが等身大の私ということで作ってみた。統率、魅力はチャンネル登録者100人で1換算として100。武力は握力。意外と強いのくさ。知力は、まあこんなもんでしょうと。ちゃんと自分わかってて偉い。政治は内政、つまり家計、生活費で置き換えさせてもらって現状食費が毎月1万ちょっとで済ませてるし結構節約できてると思うからこの数値に。あ、お米はポイントで購入してるから1万とは別だよ。何そのバナナはおやつですかみたいなのは。そして記載は福有。いろいろ意味を調べていってたんだけど福有は池中に潜み昇天の時期を伺っている竜という意味らしい。三国志シリーズでより多くの人に見てもらって1万人も突破できたしぴったりなんじゃないかと思って。なるほどな。思考は見たままかな。ブランドとかあまり興味ないから宝物だけ外してる感じ。性格は見ての通り恩和。こんな見た目の恩和がいてたまるか。この性格に応じて一騎打ちの発生頻度が変わったみたいだ。なるほどな。やたら一騎打ち発生する武将が前回いたがやっぱ気のせいじゃなかったんだな。次は技能。これも私ができそうなのを入れていった。上から、歩兵は乱撃、猛突。ブンブン槍振り回して突進くらいは私にもできそうだ。なめんなよ。騎兵はほぼ馬乗ったことないし無理。弓はラウンド1のアーチェリーでまあまあ上手かったから遠射以外は1段階。スポッチャ基準くさ。艦船はフェリーくらいしか乗ったことないから一旦未開発。補助は奮起、コブは得意分野。どちらかというと M って言われること多い芝生は1段階。うぷ主の壁しれっとぶち込んでくるなや。治療はツバペイしておけばなんとかなるでしょうということで2段階。治療なめんなよ。次、工作は私農業高校出身だから2段階。ちょっと控えめ。警備は自宅くらいしかできないから1段階。ニート。交渉、漁法はみんなもやろうと思ったらできるよね。話術は実況者だし2段階、熱弁はよく話し長い言われるしマックス。コメント欄でもたまにエグい量返信してるよな。今もだけど止まらなくなるんだよね。保証？弓章は1段階。水蓮は観光地でスワン乗るし1かな。スワンで水蓮は草。協調性大事にする方だし援護マックス。果敢に挑戦しようということで1段階。これが等身大の私ということで今回作ったよ。まあ一部怪しいところあったがな。前回のノップと違ってだいぶ弱体化してるはずだからどうなることやら。次にシナリオ選択。めっちゃ迷った結果英雄集結に決めた。各世代のスターが集まるシナリオだな。史実シナリオにしようかと思ったんだけどそれじゃ目当ての美女が手に入らないと思って。不純すぎる動機。それでもっていよいよ今回は難易度超級。AI が超高戦的に変わってたな。それに加えて自制力は物資が少なくた勢力が多いのか。しかもそれは戦意にも同じことが言えるらしい。マジかよ、さすがに合戦はイーブンかと思ってたけど戦意負けから始まるのか。これは策略の勝ち、立ち回りも大きく変わってきそうだ。しかも主人公の成長も遅くなるのか。私成長めっちゃ遅いかも。リアル思考で何より。他は早く成長するみたいだから引き抜きとかがかなり重要になってきそうだ。まあ見る感じもろもろ全部自分より他の勢力の方が多い、もしくは早いということだな。今回寿命はなし、だから婚姻者いる場合は力技で昇天させる必要がありそうだ。それは狙わないでもろて。ということでお待たせしました。いよいよ等身大の私の欲望丸出しライフの始まり始まり。魚章からスタートなのか。てか今回いろいろ目標はどうするんだ？素晴らしい嫁さん3人捕まえるまで帰ってきません。俺の空かよ。一応前回同様中間エンディング目指す感じにしようと思ってる。まあやっていかないとどうなるかわからないよな。今はザイヤからスタート。就職先どこにするか決めてるのか？一応これも私好きな勢力にしようと思ってて。
子供の頃三国無双よくやってたんだけど、そこでめちゃ使ってたのが後の武将ばっかりだったんだよね。なんで好きかと言われるとよくわからないけど、本能的に好きなんだと思うから、今回は5で就職できるように目指していこうと思う。また初手からニートにならなかったらいいがな。なんかこの人解説で仙人とか書かれてた気が。確認したら医者だったな。まあこの時代からしたら医者も仙人も同じでしょう。絶対違う。こうやって技能見たら結構私有能に見える。顔グラで全て台無しにしていくスタイル。あ、そういや劣化と落石説明してなかった。まあ燃やせるし石も落とせるよね。日常規模で考えてるのくさ。おお、熱伝めっちゃいいこと書いてるじゃん。 AI が添削した履歴書かな。やめろや。まずは最初だし周辺勢力もちらっと確認していこう。大きく義とか職とかいう感じで分けられているんじゃなくて、一族とかで分けられてるのか。だからどんどん取り込んでいった勢力が鬼ほど強くなっていくシステムだね。どこが最強勢力になるかも楽しみだ。まあ一番気になるよね。しっかり心は南蛮の民になってて草。おお、懐かしい面々が絶対吸収するからね。宣戦布告するんじゃねえよ。なるほど、空白都市もあるからすぐに自分の勢力作ることもできるのか。就職先の情報も気になるし、ごうちょっと見ようかな。君主は硬い方の孫権さん。どんな覚え方だよ。おお、全く能力がわからねえ。草、まあ都市に入ればわかるだろう。あとはやっぱこっちも確認しておかないとね。欲望解放タイム。大凶さん金魚すくい中かな。ボイチートすぎるだろ。小凶さんはロリ系に書かれること多い気がするけど、二人とも三国志ではお姉さん系なんだね。ちょんまげの姉ちゃんの方が意外と好みかも。ちょんまげではないと思うんだが。おお、ショコタン。あんまり興味なくて草。いろいろ確認したけど、今回のお目当ての美女は洛陽にいたようだ。高根の花すぎるだろ。荒ぶるなや。なんと朝鮮さん、まだ誰とも結婚してませんでした。なぜ自分が結婚できると思っているのだろうか。ここで私思った。先に就職してしまうと根気逃すんじゃね。確かに勢力に所属してしまうと隣接都市とか制限かかるしな。よし決めた、朝鮮さんゲットするまで働かない。働けニート。根気は婚活じゃー。ということで朝鮮さんをゲットするべく洛陽にお引っ越し。引っ越しまでする全力ぶり。てか本当に欲望のまま動いてやがる。そやゲームくらい欲に忠実にならなきゃ。あ、あれ朝鮮さんどこ、いたー。朝鮮にございます。キャワー。よく会ってくれたな。もしかしたら東卓さんとの出会いでこういうタイプには免疫ついてるのかもしれない。心は拒否してる模様。なんでー。諦めない。稽古しよう。なんで稽古になるんだよ。来たー。武力ほぼ一緒なのくさ。むむむ、もしかして朝鮮さんの脳筋の毛が。朝鮮の舞ご覧に入れます。みるみるー。覚悟。シンプルに負けたわ。さ、お互い削りきれないという。舞には少々自信がありまして。でも可愛かったからよし。この敗北が思わぬ悲劇を生むことをウープ主はまだ知らない。まあでもこのまま会話と稽古をしていけばお金ないけど親密度は上がっていくだろう。語り合いたくはない模様。むむむ、本当に親密度上げる手段が会話と稽古だけになってしまった。統率と武力が低いだけで後の能力はかなり強いな。知略が低すぎて討論してくれなかったのだろう。ああ、どうしよう。このままずっと居座ろうかな。さっさと帰ってどうぞ。残った行動力はどうしたものか。まだ悩むほどの段階でもないと思うんだが。鍛錬は武力経験値63上昇するのか。成長するのめちゃくちゃ時間かかりそう。一旦証も必要になるだろうし、攻防の見聞でも進めていこうかな。あ、プリクラ推し。あだ名については南蛮シリーズ見てもらった方がわかると思うんだぜ。秘宝、証集めは見聞じゃなくて水鏡先生進めた方が効率良かったけん。草。翌日。お待ちしていました。朝鮮さーん、今日も来ちゃった。この顔で言ってると思うとやべえな。おお、進展あり。お前そろそろ騙されるんじゃないか。ご容赦ください。昨日は稽古してくれたじゃん。どうやら昨日朝鮮に負けたから武名が上がってしまって受けてもらえなくなってるんじゃないかな。ほんとだ。そして討論も知略低すぎて受けてくれないし。ってことは親密度上げるの会話のみ。そうなるな。やべえ、婚活で数年終わるかもしれない。絶望で草。何か市場で安いものは売ってないだろうか。
朝鮮人参ちょっと卑猥な形すぎん。人参にまで興奮しだしたし終わりだよこの人。逆にこれもらって嬉しい人いるのだろうか。ここで私ひらめく。酒場の依頼達成させて武名もお金も稼ごうやと。なるほど、どのくらい武名が上がるかだな。前回のシリーズは全くと言っていいほどやってこなかったし。助かります。全力で馬捕まえてきたわ。旗から見たら襲ってる側で草。げ、銃しか上昇しないのかよ。これ思ったんだが面会も無関心以外ほとんど拒絶されるんじゃ。あ、もしかして朝鮮さん会ってくれたのも奇跡だったのか。たまたま武名も文明もゼロだったからよかったが他の女性だったらアウトだっただろうな。やっぱ運命の人だわ。え、てか宴会できるのかよ。友人少なすぎて。あ、そもそもお金ないや。悲しい。言いました。てことでここからはちまちまと会話で親密度上げていこうか。盛り上がらないを引くとマジで数年かかりそう。稽古もワンチャンあるか。ご容赦ください。やっぱ武名コスまでは無理そう。手が届いてますよ。しょうがねえ、ちまちま依頼で武名上げていこうか。衛兵の訓練。よし、私がしごいてやろう。思ったより影響力あってくさ。さすがに依頼も数に限りあるし別の武名上げる方法も策していこうか。プリクラおじは拒否。お、家臣さんは面会してくれた。だが武力高いな。そもそも稽古してくれるのだろうか。無関心だから可能性あるんじゃないかな。あ、やってくれたわ。まあまあ不利だから勝てるかどうか。いや特技ないのきつすぎる。ノップの時と違って全然ダメージ入らないんだぜ。でも一発勝てれば朝鮮さんと稽古ができるんだ。そうか、わかった。自分より武力低い人と稽古して武名上げをしよう。なんか数字見る感じ誰も面会してくれなさそうなんだが。いや、諦めないぞ。こんな結局誰も会ってくれなかった。草すねて草刈りでも手伝ってくるわ。助かります。はは、草抜きは得意でござる。得意とかあるのかよ。げ、よく見てなかったけど草抜き文明じゃないじゃん。草抜いてなぜか文明上がるという。翌月老城の月。これ勢力に属してなかったらどうなるんだろう。なるほど、この画面でログが流れるのか。めっちゃ同盟組み出したな。やっぱ長久になると積極的だね。まだどこも攻めてない模様。来期あたり同盟も組んだし攻める場所出てきてもおかしくなさそうだ。今日も京都市酒場でバイト三昧。すっかりバイト戦士になってしまった。任せろ、接客業は得意だぞ。脅してそう。ふふ、引き抜きされるくらいになってしまったぜ。武名上がったし何より給料が出たのがでかい。これで朝鮮さんに贈り物ができる。少しは親密度はかどりそうだな。まだ誰とも結婚してなかったぞ。不安で確認したのか。鉄棒ぬらぬら先生の新作をどうぞ。新作はもう出ないんだよな。調子はどうだ。ありがとう。なんだろう、このありがとうどこかで聞いたことある気がする。有名声優なのかな。私グッジョブ。会話大盛り上がりしたぞ。しかも共鳴だ。そろそろパッパに怒られそう。いいぞいいぞ、数年かかるかと思われたけど一気に進展してきた。お待ちしていました。翌月、水郷先生進めて証一つだけゲットしてきた。お金も尽きたしまたひたすら会話で上げていく日々だな。朝鮮さんのムー可愛すぎるでしょ。ただ聞けたら親密度は上がらないという。朝鮮さん、私バイトして鍛えたから稽古してくれないかな。認めてくれない模様。やはり75を超える必要があるのか。仕方がない、家臣のおっちゃん、稽古してくれ。火力足りなさすぎて挽回できず。最終ターンの札5枚で半分削れないのはやべえ。さよ見たか。うん、おっちゃんにも勝てる気がしねえ。いよいよ会話だけで我慢するしかないかもな。とりあえず再送に来てみた。なぜ？就職先の戦力確認したかったしね。それと女性陣多かったし、もしかしたら私でも勝てる相手が多いかと思って。そもそものターゲットが女性なの最高にせこいな。ちょ待って、金200もらえるバイトあるんだが。闇バイトで草。しかも300の案件も。これは朝鮮さんにめっちゃ見つげるぞ。典型的なダメなやつで草。この女性人文部不問とか言ってるけど全員面会拒否だわ。ただの不審者扱いで草。こんな依頼が届いてます。もうダメだ、私にはこれしかない。人がどうやったら悪に染まるかが垣間見えた瞬間、
赤信号、みんなで渡れば怖くない。漏れなく全員捕まるんだよな。私は悪くない、私は悪くない。自己暗示はロタ。悪名が上がってしまった。でもこれで挑戦さんに喜んでもらえる。どう、見た目だけはやってること合ってるんだよな。翌月、落葉にカムバックして今月から挑戦さんに貢ぎまくることに。最初稽古に敗北しなかったらこんなことにはならなかったのに。ありがとう。よし、あと3回渡せる。会話も進めていくし、今年中には挑戦さん落としたいぞ。これで証渡して婚姻拒否されたら受けるんだが、家臣のおっちゃんと稽古しても勝てる気配ないし、鍛錬で武力地道に上げることに。位置上げるのにめっちゃ行動力食われそう。早く戦場に出たいでござる。翌月表情付き。お見知りおきあれ。だ、誰だこのドワーフみたいなおっちゃんは。まさかの勧誘に来たみたいだぞ。げ、金100くれるのか。だが断る。お主のところで働くと婚活終わっちゃうでしょうが。一大欲求に正直すぎる。しかも後にお世話になりたいんだよ。ドワーフのおっちゃんこれ以上いじめないで。あ、劉備さん公金に負けてるじゃん。早速動き出したか。おお、さすが我がこの見し子の武将たち。誰だよお前。しかしめっちゃ好戦的になってるな。上級だとほとんど攻めてこなかったしね。これは少しでも隙を見せると危なそうだ。さすがにこれ以上は動かないか。でも来期以降この動きを皮切りに一気に全体が動きそうな予感。いらっしゃいませ。お、光バイトあるじゃん。どちらも文明上昇だがな。いいさいいさ、金50くれるなら何でもやりますよ。とりあえず挑戦さんに貢いで会話。おーおー、これは落ちたわ。もうそろそろゲージも溜まるか。あと2回くらいでマックスになるんじゃないかな。ということで監視のバイトすることに。お前しなんて心得ないだろ。大丈夫、こういうのは芸術って言っておけばなんとかなる。ナムアミダ仏、焼肉定食式よくぜくう四字熟女。なんか知ってる四字熟語ぶち込んで、とんでもないのにもじってるな。焼肉定食食べて四字に美女と欲にまみれつつ浮気がバレて織田仏になるという歌だよ。どこのノップかな。急に呼び出すなや。挑戦さんに貢いでこれで会話が盛り上がれば来月証渡せるはずだ。ちゃんと好みも確認済みだ。よっしゃー。もうやってることここまでギャルゲーなんだよな。ギャルゲーならこの見た目をなんとかしてくれ。お前が勝手に作ったんだろ。いらっしゃいませ。金にならない仕事はいや。黙って水まきしてもろて。いや、ここは鍛錬で挑戦さんをお姫様抱っこできるように力を上げねば。この顔面下からのアングル破壊力強そう。ということでまずは証渡しから。これ失敗することあるのかな。証ぶん投げられたら泣く自信ある。さあ私のことを敬愛してもらおうか。なんで上から目線なんだよ。よし、上下関係は教え込めたな。はい。そういや結婚のことしか考えてなかったけど心得もらえるんだった。頭真っピンクで草。これ会話でプロポーズできるんじゃないかな。きたー。義兄弟という選択肢も。そうか、夫がいる美女は義兄弟にしてしまえばいいんだ。なんて発想しやがる。さあ最初のプロポーズの時間だ。挑戦殿、今日は特別な話がある。セルフフルボイス。あなたとは共に多くの時を過ごした。闇バイトもした。わしにとってはなくてはならない大切なお方だ。なんか紛れてて草。私と結婚してくだされ。ぬおー、自分なで回すの草。ここに三国志に名を残す伝説の美女と野獣カップルが誕生した。とりあえずパッパブチギレてきそう。既成事実を作ってしまえばこっちのもんだ。最低で草。改めて見ても私の顔やべえな。挑戦さんは見た目で判断しなかったようだ。見た目で追い返しておいた方が良かった説。よし、とりあえず一人目の美女ゲット。あと二人も慎重に選んでいかなければ。いつから選べる立場になったんだよ。綺麗な嫁さんゲットしたし、次は職を安定させなければ。戸籍謄本見てにやけてるの最高に気持ち悪くて草。ということで結婚してすぐに再送にお引越し。パッパからしたらもはや誘拐。就職面接承知。脱ニートを。我が働きにご期待あれ。その自信はなんなん。おお、宴してくれるらしい。就職祝い金とかでないんですかね。急にズーズーしいじゃん。何はともあれ就職も成功。春が来るまでに就職できてよかったわ。危うく第二新卒になるところだったな。この女性陣は理想がお高いことで、無関心はごついの多め。これじゃ面会してくれても私稽古で勝てないじゃん。初手削りで決着つきそう。やることもないし、おとなしく家で鍛えることに。急にいんのものに。
翌月表情。あ、郊外さん危なそう。どうやら再走に攻め込んできたみたいだ。私の招集はなし。げ、早速家を失ったんですけど、さ、これ私捕らえられたりしないよね。捕獲者二人だな。私と朝鮮さんが入ってなければ大丈夫。誰かよくわからないけど裏切ったわ。もう一人は郊外だったようだな。マジで周辺勢力動くじゃん。このままじゃゴも安全とは言えないな。アワビ産業地拡大したみたいだ。流体滅亡。当該さん負けるんかい。まだまだ動く。高村さんさんかな。正解。ようやく終わったようだ。芝居と東卓が同盟組んだ模様。混ぜるな危険の組み合わせでしょ。提案いたす。いかがでしょうか。よし、私は特技生かして開墾をしよう。これで成績トップを取ればがっぽりだ。強欲の化身。こんにちは。表情から帰ったら孫子さんが。これはモテ期到来か。探られてるんじゃないかな。共鳴したし家庭訪問。勘違いやろうかな。うむ。お出かけした模様。よし、追いかけよう。孫健さんこいつです。おかわりなく。おお、孫子殿、探しましたよ。ガチモンのストーカーで。さ、一緒に狩りでもしましょうぞ。こんにちは。おお、すげえ、一連の流れでゲージかなり溜まった。このまま行けば結婚もできそうだが。いや、この世にはまだまだ美女が溢れてる。焦りは禁物だ。さっきまで血眼で朝鮮に迫ってたのはどこのドイツかな。ってことで今回は無事に朝鮮さんと結婚できたし、ここまでにしようかな。マジでギャルゲやってて草。次回はできるだけ戦闘に招集されるように頑張る。チャンネル登録がまだの人は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくなんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。